ご視聴ありがとうございます。ハレリアプロスの原根です。ご視聴ありがとうございます。ハレリアホープスの宇都宮です。始まりました第57回、MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。今回は、僕と、宇都宮くんで、モダンの対戦をお届けしようと思います。よろしくお願いします。お願いします。去年ぐらいまではそんなにプレイする機会がないフォーマットだったんですけど、あれかな、イクサラの総国化で、あ、そうですね、モダンにがまた復活して、復活しました、うん、それからこの前の25周年プロツアーとかでもモダンがまあ、絡んでくることがあって、なんか比較的プレイする機会が増えてきたフォーマットですね。まあ、今のモダンの環境もね、その25周年のプロツアーで使われたデッキたちが結構活躍してて、そうですね、うん、あれで環境が定義された感じですね。大体5種類、うん、大城コントロール、人間、フォローワン、もしくはバイン、うん、アイアンワークス、トロンかな、あ、はいはいはい、みたいなので、もう大体この5種類ばっかな。モダン、やっぱいろんなデッキがあるけど、まあ、その中でもね、ギア1みたいなのがちょっと厳しいですね。ある程度やっぱデッキパワーが。次の、今の PPTQ もモダンでやってるから、そうですね、ちょうどモダン。うん、この PPTQ に出る人に向けてなんか、アドバイスみたいなものがあったら教えてほしいですけど。やっぱり単純にデッキパワーが強いデッキで、押し付けるデッキを使えっていうのがやっぱり。はいはいはい、気に入ったものがあればそれでもいいかもしれないけど、まあ、なんか悩んでるようだったらそれを押し付けデッキがいいだろうと。今回その、まあ、流れを受けてコンバットやっていこうかと思うんですけど、デッキは僕は今その絶賛大流行中の五色人間を使おうと思って持ってきました。僕はその、まあ、25周年プロツアーでも使用して、まあ、そこはずっと使い続けているブリッジバインを使います。うんうん、ティア1として挙げたこの5つのデッキの中から2つを今回は、ブリッジバインに関しては最近現れた新しい焼きタイプで、まあ、動きもね、ちょっと今までなかったようなすごい動きをするデッキなので、まあ、要注目といった感じで、早速その辺をお披露目できればいいかなと思います。じゃあ対戦の方よろしくお願いします。お願いします。ブックです。お、じゃあ先手で、はい、キープ基準としてこの3枚があるので、まあ、ちゃんと動けそうなのでキープです。不可もなく不可もなくといった感じで、まあ、これがね、この穴息があるかがすごい重要になってくるんですけど、キープ基準としてはまあとりあえず1枚あるので問題ないでしょうと、はい、お願いします。で、17です。縫い代を供給します。はい、3枚で、3枚で、落ちたのがこの3枚なんだ、商売、マイム、ゾーンを積もりました。はい、で、あれ X0 でプレイして誘発。 OK、まあ、これはしんどいんですけど4点アタック。はい、16です。で、おしまいです。早いね。早いです。この展開しかもう何も追いつかないね。じゃあとりあえずね、魂の動物出して、はい、ヒューマンしてします。で、1マナ出してワイヤロック終わりです。もらってどうします。結構いいスタートなんですけどね、こうなってくると先手なのがでかいですね。はい、赤い1マナから4枚目。はい、どうぞ。結構難しくなってきたんですけど、まあ、2体目はどうせ、まあ、このターンはどうせこれ以上走ることはないので、まあ、この2枚。おっと、これはやばいね。セットランドして、はい、フラットロスは今。どうぞ。で、コンバット2体でアタックして5点です。いいじゃなかったか。まだ確か。11。終わりです。はい。じゃあ、レイスリングに1個カウンターにして。さすがにきついね。はい、じゃあ、一角の領土をセットして、こちらも、同様にヒューマンをしていきます。はい。まあ、基本的にはヒューマンなんですけど、たまにね、イリュージョンで、人間の像が出ないパターンが、まあ、あれですよね、
何でもクリーチャーだけだったら何でも出せる。あの土地を引いてるとその必要がないけど、特に気にしなくて済むんだけど、それを引いてないといけない。ハンドと相談して、まあ、大体そういうとこ大体イリュージョンです。イリュージョンないけど、まあカマキリがある以上 ね、 そうなんですね。全部ヒューマンティー全部ヒューマンティーとある。カマキリ出ないのは結構デッキとして一番やばい。あとバイアルが置いてあるんで、バイアルがあると、ね、まあ、大体こいつを2で固定するので、これがあればまああんまり言う必要ないと思います。はい、じゃあちょっと悩むんだけど、とりあえずじゃあ1位を起動して局の勇者を出まします。で、その上で2番のからじゃあサリアを出します。はい、サリア出しました。で、勇気を出ました。はい、終わりです。ちょっと次のブラッシュロックがされるかもしれないので、タップアップキープしドローします。サリアで重くしておきます。結構理想的に引いてきたものの、サリアが出てしまったため、ちょっとね、シマナーから A1 体の石の距離、はい、A3 枚、3枚、まあ、これクッキーで帽子枚がいるので、もう2枚以上は絶対唱えられる。テレキャストして、ベンチ枚、はい、どうぞ。で、A コンバットやる、はい、2体、A4 体でやる。ブックは入っておこうかなと思います。はい、これで、じゃあ8、はい、残り3で、縫い師の要求したから要求で、縫い師が3、はい、何もしなかったら、まあ、だいぶきつい。もう墓地にリソースが10万で、セットランドして、はい、戻ってきて、これでおしまいです。はい、アップアップキープでカウンターを増やします。ドロー。サリアがね、先手じゃないとほとんど意味がないんですよね。大体2ターン目以内に使われちゃうので、意外とあの墓地利用デッキなんですけど、スペルが入ってなくて、その火食いちゃって、だから先手で置かないとあんまり有効じゃない。サリア、サリアなかったら実はもう一体殴ってるから、バインが、ちょっと氷結球してたのが裏目に出てしまったけど、だけだと死んじゃうから。ドロー、何で負けました。クソ分すごい回りだった。サリアなかったらこの3体目のワインドまでいけてる。ルーティングで捨てて、スティッチャー出して、5勝前に3体ドーンっていけたんですけど、アウトするのがティラノ、バンコートガルガドンは特に、まあ、分かりやすくその人間相手に有効ではなくて、まあ、ガルガドンはその出すのに手間がすごいかかってしまう割に、その反射戻しとかに弱くて、まあ、集団リバウンドを落とせる範囲が非常に狭くて、まあ、氷結機はまあ結構、まあ、ふわっとしてはいるんですけれども、まあ、その氷結機が有効なゲーム展開は結構遅いゲーム展開で、まあ、人間相手だと、まあ、早いゲームで相手を倒したいという意図があるので、まあ、僕を減らします。入れるのがこちらのフェイタルプッシュ2枚、これは冒涜の行動ですね。見慣れないカードですけど、場のクリーチャーの数分マナコストが減って、全体13点。人間相手その負ける時って結構その場面すごいカマキリであるとか、その触れない、あんまり触りづらいカードがたくさん並んでしまっているので、それを一気に逆転するためのカードですね。から、暗黒波ダークブラストも、まあ、なんかまあおすすめされて使っているカードなんですけれど、その初動の貴族の教師や教区の勇者に適当に打ちつつ、その自分が動き始めてそのパワー2で殴った時に、相手がそのタフ3でブロックした時にこれを使って落とすこともできると、結構でドレッジがついてデッキを回す助けにもで、まあ深掘りの檻が入ってて、まあ、あんまりその腐りやすいから入れたくないんですけど、まあ、置かれた時に結構きつくなってしまうので、破壊的な協力を1枚だけ。一応バイアルもあるから引いた時に腐りづらいで、まあ、最悪捨てることもできるので、まあ、1枚だけ再生します。メインのマナーベースの関係で、クリーチャーに今度は絞られているので、採用できるカードが意外と種類がなくてですね、まあ、なので入れるのは、まあ、先生この程度になります。でこれ入れるのは確定で、あとは抜くのは実はちょっと正解がまだそんなに分かっていない。まあ、大体この辺りが候補になるんですけど、まあ、ちょっとね、まだ自分でもね、そんな分かってないので、まあ、今回はこんな感じで抜いて、
まあ、ちょっと試しながらやっていきたいかなと思います。まあ、理由に関してはこれはまあ意外と対象が少ない。サイドボードからちょっと助教が増えるんですけど、まあ、メインボード時点だと進行の着物あさりと読みからの話ぐらいしか入ってなくて、でそいつこいつ出るのが2ターン目なので、ああの進行の着物あさり1ターン目にプレイされちゃうともう出した時点ではカードがなかったりすることもあると。でこいつは、ガルガドンとか、あとはあの戦術のやつなんだっけ、ゾウモツの剣者、ゾウモツの剣者、あの辺のどっちかがいると、まあバランスできなくて、その副出作用また墓地に戻っちゃうと意味がなくなるので、まああんまり有効じゃない時もあると。でこいつは、さっきみたいにね、その先手で進行なき物語とかにあのプレッシャーをかけれたら強いんですけど、まあ、全部仕事を終えちゃうと、まああのまあ、ちょっとね、あの打点の低いクリーチャー1体止められるのブロッカーになっちゃうっていうところで、まだレジェンダーか2体2個もそんなに有効じゃないっていうので、あのまあちょっとどれもね、まあ、いいところもあり悪いところもあるので、まあ、ちょっとぼんやりしてるんで、今はこんな感じでとりあえずやりたいと思います。なるほど、いい感じですね。1本目の時みたいにぼんやりしてなくて、動きがきちんとあの見えてる時、見えてる感じの手札なので、いい判断です。キープします。1本目ほど強くはないですが、まあ十分な、まあ、再び十分な書道と、まあ、サクリファイスするためのカードが揃っているので、まあ文句なしのキープです。はい、じゃあ始めます。はい、0点の小勢から19点くらいですと19で、バイヤーが置いて終わりです。はい、ターンもらってどうします。またここも一応起動して17まで、はい、で、ここはルーティングからですね。どうぞ。1ターン目絶対走れ、じゃあツタが走れないし、まあ、サリアもあるんで、まあ、こっちからで、今度は弱めの墓所ファイト土地を捨てておしまいです。すごかったね。はい、じゃあセリフィンとかして、はい、ドロー。そしたらじゃあ先のアウト古代のセリフを置いて、はい、まだ1点くらって18、何が出てくるか、サリアです。はい、はい、ルーティングを打っといてよかった。こういうことね。まあ1本目と2本目はね、結構プレイが変わるよね。そうです。相手のカードで。まあ、こっちも初手次第で、ね。まあ1本目だとそのバリスタがあって、落ち次第では走れるから、キャストみたいな。今回はまあ、スティッチあるけど、バリスタがなくて絶対走んないから、こっちが先。はい、で、キャスト。はい、どうぞ。これ落ち、お、いいぞ、いいぞ、どっち。ダークブラスト、はい、これはサリアに刺さるが、橋が追放されてしまう。で、ちょっと待ってね。はい、どうぞ。で、増物の有権者を出しておしまいです。なるほど。じゃあ、カウンターを2にして、はい、どうします。はい、はい、はい。はい、9枚を指定します。はい。出しましょうか。はい、で、17。で、じゃあそれの解決前にまずこちらからサクリファイしました、はい、で、で墓地に置いて誘発します。ゾンビが1体出てきて3発、はい、何墓地かで、戦術1ですね、はい、その上に置きました。で、そのこっちもサクってしまって、もう1体ゾンビを変えました、はい、まあ、これはもう一度もいいですね、うん、ですほい、はい、ターンを戻して、どうします。はい、これはスクライで上に置いてあるんですね、勝つためのキーが。で、一番まで、もう一度ゾンビを戻します。はい、どうぞ。で、ゾンビがいるのでご商売をプレイ、うん、でそのままサクリファイスして、誘発、はい、でスクライチ、これはもういらないので下に置きます。で、もう一度ご商売をプレイしてターン終了。サリアとか同じか、はい、どうしようかな、これ。まあ、このままかな。
出会いかもしれないです、はい、じゃあ行ってまだ食われます収穫そろそろカマキリが来てる来なかったな来なかったで言うはず、はい、よいしょっとこれでやるはい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 これキーカードあこれはキーカードなんですねゾンビもう一体いるとゾンビが全滅してしまうからで、ドローを置換したで、キャストはい、どうぞまっすぐにサクリファイスしましたはい違反しますで、作れば下ですで、ショックインします、15はいで、もう一度ご紹介うんマナハラで赤で奇襲隊をキッカーでプレイしますはいはいはいうん了解ですで、戦場に出てチップが誘発するんですけどそれにスタックでこれをサクリファイス、うん、はいで、ゾンビが先に出てきて、まあ、ここまで全部プラ1ゼロと速攻で、はい、戦術しますでは、まあ、結構良さそうなので上に置いてで戦闘に入る。はい。で、ゾンビ勢全員でアタック。16なので、誰まで通せるか、ブロッカーがまた出てくるんだけど、この間セットランドはしてる。あ、もうしてますね。はい。これか。はい。解決して、はい、橋がそれぞれ誘発するんですけど最初にゾンビを出すやつを解決して、うん、で、まあ、その後で追放します、はいまあ、本来だったらスクライしてなければまあサクリファイスしてスクライするんですけど、まあ、今回上なのでそんな、はい、で、短縮です、はい、押せないね引くかはいスクライどうぞで、それが乗ってる状況でフェッチを起動しますとりあえず14はいで、もう一度強制付きが誘発はいかけ止めてどうぞで、出てきてスクライルクはないけどよくわかるしダークブラストを発掘すると考えると上にしますなるほどねはい下だから上にキャスト、うん、でお芝居ですどうしようかなスタスかえ結果変わらないとどうかなと思ったら1点結構重いんだよな1点重いっすね結構重いただテンポが大事なんだよね6かそうですねやるかはいいや待てよちょっとこっちでやっても変わらないなあ確かにはい、確かに。はい、はい、一
番弱いかな。はい、6出しました。出ました。とりあえずね、そこじゃ意味があるからね。スクラ上にしてるから、まあ、そのまま死にます。ゾンビ全滅がかなりやばい。これで、ね、まあ、とりあえずでもダークブラストでここ次のターンが消せるが、ガシガシいつ出すか難しかった。このゾンビが全滅までは免れないって、ね、12したらちょっと減らしすぎな気もするな。2か3にしたらいいけどな。インスタントのタイミングの2か、このターンでこれを削ることを考えると、2なら出せるけど3が出なくなっちゃったね。3にしとこうかな。はい、3。はい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 、緑そうだね。3にしたのかね。なるほど。でもいいです、引いてみるか。変わらんしな。はい、はい、あ、なるほど。実らなかったフックが激しい。ここでとりあえずゾンビをやると、まあ、急に湧き出す可能性は気にしまわらず難しいとね。全部見るか。ゾンビを全滅しました。で、バイヤルからハマキリ出して、何言ってる。9点残り3。え、いきなりラストターンなんだけど。エイフが6。6突然のラストターン、どうしようかな。球体が絡まなければまあ大丈夫だろうという。ゾンビあれ確定してるよ、そういえば。そう、ダークブラストを確定したやつをしたから。でもダークブラストこのターン引くとそんなにいいアクションにならない。サビアもいるしっていうところで、難し、すごい難しくなってしまった。爪どきいけーっつ、いいプがある。 3だからまあどっちも一発も通せない。そう、上もあるしね、まあ、結構多面強いやから、こっちだな。でも、まあ、上がちょっと弱すぎて、これを、あー、はいはいはい、乗せといて2枚、3枚、箸持ちない。これは、これは、これに当たってしまったか。何をやったか。とりあえず、意味ないか。とりあえず、ブロックできないので、こいつはアタック。ね、それも、まあ、一応ダークブラストでカマキリ落ちるから、3、4か、バリスタ、1、2、3、4、本体に打てる火力。バリスタだと2点まででしょ。大丈夫だと思うんだけど、触らぬ神になんてやられる。体火力、暗光暗光と続く。4。いやー、ブロックしてくんなかった。負けですね。あ、ダメだ。いやー、ほんでバリスタ終わったよ。バリスタで冷たかったな。あ、ちょっと足りなかったな。青年術師が、青年術師、幻影の像のコンボはすごい強い。カマキリとかも結構重要だ。幻影の像がそのキーカード片方引いてくれないとあんま強くないからね。非常に惜しいか、マリカ。これ、ね、キーム基準しかないよね。大体こう動いていくんで、まあ最上盤に関しては S 級みたいなのを挙げてるんですが、むずい。むずいよ。やってみるか、ちょっとやったことないからよ。これが打てないというすごい致命的なあれがありますが、これ以上弱くするだな、ちゃんと初動自体はあるんで、まあ、しぶしぶキープで戦術します。はい、どうぞ。なんか欲しい。速度が今下を取ります。はい、了解。モダンモダンは速度がありまして、はい、エース
はい、どうぞ。あ、落ちちゃった。落ちちゃった。あー、強いね。これでも次。うわー。あー、それかーい。次で、困った。はい、16。おしまいです。早いよ。うーん、きつい。とりあえず、9番してから、はい、バイアルかな。はい、終わりです。ゾンビがいるので、モーションが良く。で、5点です。11です。タップにしておしまいです。ワイヤルに1個のサイズ。はい。サリアとして、はい。で、ドア。今解放されたルーティンゴプリン間違ったんですよ。はい、少しはい、あ、
墓地のご紹介をキャストして2回登ってくるとこまで行って終わりです。終わりました。いいタイミング、いいタイミングでいいものを引いた。では、というわけでお送りしましたが、いかがだったでしょうか。まあ対戦自体はね、結構お互いの出来のいいところが出たんじゃないかなと思います。爆発力がすごいですね。そうですね、うん、まあ、間違いなく分回りで、まあなかなか、まあ、バリスタ持ってないというのはそもそもできないし、うん、僕のリストはハンバーガー効果が入ってなくて、そこを強血気にしてるリストなんで、確率自体は決して高くはないんですけど、なんかまあ、うまくハマって出てくれたので2本はきついなって思う。だいたい倍に負けるときはね、早いターンの、あのベンチバイクシューツターが出てきて、それが止まらない展開で、うん、まあ、基本的にその人間デッキは3ターン目ぐらいから、まあ、パワー3を作って殴りに行くデッキなんで、それより早いターンで出てくるとその分全部食らっちゃうんで、まあ、最後の展開みたいなね、そのもう一向に攻めに回れず負けみたいな感じになっちゃうゲームになります。というわけで、人間対ブリッジバインの対戦をお届けさせていただきました。今回の動画が良かった方は、もしよかったらチャンネル登録や、シェア、応援のメッセージ、コメントなどいただけたら幸いです。では、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。